試し切りだ。なんですか、一体何が起こって。昨夜のように再びオリンピアが廃墟に。けれど通常より降り注ぐこの光の粒は、神殿の方角から火色の光が、いえ、炎の柱が。神ウェスタが降臨なされたならば、これが浄化の炎。浄化？全部あの女神様の仕業だっていうのかい。本当にヘスティア様が命を懸けたっていうのか。おい、説明しろ。オリンピアの兵士たち、なぜ一体何のつもりですか。ここは食材の通路。ヘスティア様が天の炎をまとった余波で吹き飛ばされた。服に炎が燃え移っているのに焼かれない。誰も傷ついてないのだわ。炎の濁流で押し流して私たちを大炎災から守った。これが悠久の成果。食台の最上層、神殿のすぐ下、信じられない。ここまで押し流すなんて。それよりも神様、ヘスティア様は今どこに。オリンピアの兵士たち、どうしてここに。あなたたち何をしているの。イリア様、お引きを。その者の命もらい受けます。無礼者。彼は女神ヘスティアの眷属。刃を向けていい道理などない。武器を下ろしなさい。聞けません。新たな神託が下されたのです。神ヘスティアの眷属を抹殺せよと。何の真似だ。おい、ふざけろ。どうなってやがる。どうしてオリンピアの兵士がイリたちを。新たにもたらされたプロメテウス様の神託のままに、奴らを撃て、オリンピアの兵士たち。それは誠なのですか。本当に神託の石踏みが彼らの命を奪えと。はい、レア様。新たな神の言葉が石板に綴られたのです。エトン様直々に号令が。旧国の女神、その眷属こそが神域を脅かす最後の要因だと。オリンピアのために彼らを。神託は絶対神の御言葉に従わなければ全てが滅ぶ。今までもこれからも。おい、エア様、まさか。炎よ。
レアさん、あなたまで。私は神の下僕たる巫女の王さ。オリンピアのためならばいかなる諸行にも手を染めなければならない。だから私はあなたたちを焼き払う。大いなる犠牲はなった。聖火を司る女神、その眷属を抹殺せよ。神プロメテウスより下された新たな神託である。宣告、神ヘスティアが天の炎の浄化へと入られた。オリンピアの救済は目前だが、その救済を阻む存在がある。それが眷属たち。奴らは女神の御心を生み出し、尊い犠牲を無駄にするつもりだ。神託は絶対、エスティアファミリアおよび異邦人どもを殺せ。神プロメテウスよ、顔も拝んだことのない我が主よ、あなたは今もどこかで見ているのか、このソーランを。こんな私をあなたはどう思う。それともこの行動ですら神の手のひらの上で踊らされているのみか。構うものか。待ちに待ったのだ、この時を。聖火の女神をも利用し、この波動を貫いてくれる。止められるものなら止めてみろ。そこまで落ちたか、アリシヒの英傑よ。お披露目ですね。負けさせないよ。まさか。当たるかな。迎撃を。まさか。お披露目ですね。僕だって。まさか。君と僕の絆の勝利だぜ。